久しぶりにまともな枠言いたぞ。はい、おはようございます。木曜日のこっちのリマン。大丈夫ヒゲちゃん、なんか昨日からさちょっとお腹の調子が悪いって言ったけど大丈夫？このクソもらし巻きでお願いします。さあちょっと時間がないんでね、はい、やりたいと思いますけど、終戦まず何番でした？イエーイ、久々にいい番号来ました。末広がりピエン出ました。そうなのよ、やるちゃん、やっぱね、我々昨日の夜もご飯食べながら作戦会議立てましたと、うん、であれ行こうこれ行こうって、まあ第3候補ぐらいまで機種は絞ったけど、やっぱり抽選勝負っていう話してたらまさにその通り。先月来たお店、もうお店の状況先月も見てるんで、はい、そうなんですよ。そう、大体ね、こうこの辺に入るだろうっていうのも予想立てて機種選んできましたということで、今日も頑張っていきたいと思いますが、最近好調のやるちゃん、あら、意気込みもらいましょうか。はい、もう設定のその先へ行きましょうね。設定のその先、関係ないと、はい、お盤の先ですね。はい、おちんです。違う、そういうことじゃない、違う、そういうことじゃない、積もれなくてもってことだね。おちんの、ちょっと待って、出ました、願いを叶えてやるよ。すいません、無理。あ、もう再生レース始まるんで締めろと。今回もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ヒゲちゃん聞こえる？聞こえるよ。ここで待ちますか？とりあえず待ちますか。あ、ヒゲさんも取れたんだ。吸いすぎだね。こいつ吸いすぎて逆に出るやろ。救ってあげないといけない俺が。よし、というわけで今回ね、ちょっと僕番号悪かったんで離れてしまいました。鳴って飛ぶまで僕の出番はありませんから、気楽にやっていきましょう。まず朝一なんでね、天井短縮は設定変更されてればあるし、周期も4周期目で当たるというところ、まあでも天国にも期待しつつという感じで。そして朝一は投資を抑えたいだけじゃなくて、はい、ある程度の塊が取りたい。そうですね、朝一はね、いい品を選ばれやすい気がするんですよ私。まあやってやりますわね。忘れた。僕の声じゃなくてヒゲちゃんの声だけ聞こえてるんよね多分。じゃあ俺ちょっとやるわ、天狗係。あ、お願いします。レア役の引きがいい。さあ、強チャンスね。来て、シーザーの声来てない。シーザーの声来てる？来てないよね。シーザーの声来てない。多分来てないよね、僕の声ね。来てない、来てない。さあ、俺伝えるよ。シーザーなんか言うことある？息臭いって。遠いやろ。クソ漏らしに言われたくないわ。このクソ漏らし、クソ漏らし、ちょっと言葉が汚いぞ。めっちゃレア役引ける。あ、来た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 。あ、聞こえた？来た来た、来ましたよ。よかった。はいはい、南国育ちをもう回しておりますけんね。承知でーす。はーい、さあぶっちぎりは、おっと懲罰いった。 いきなり開始24ゲーム早い。あとしーちゃん、隣の方とその隣の方も天国で当たってます。これモンキー朝の出だしいいっすね。コーナー全体の、まあ、初当たりが早いっていうところですけど、なかった。さあ足合わせ、激走チャージまで取ってますね。まあでもね、幸先はいいですよ。まあしっかりポイント稼ぐっていうところがね大事なんでね、通常時は。まああとはね、激走チャージ中にこうアイテム取れる可能性があるっていうところもいいよね。いきなり来たよ。ザクセリー、おー、いきなり、うまザクセで。いきなり勝利ストックザクセで、すごくいいよ。俺111ってことで走った全長いいね、俺も。さあ、そして早速輸出。いいですね、いい、いい、いい、いわゆるいい挙動、いい挙動だよね。輸出との目はいいよね。しーちゃん、いいんじゃない、立ち上がり。いい。いや、これ取ってるな。あ、VS アリサだ。やるちゃん、当たりました。素晴らしい。これで最強の B2 とか出てきたらもう。最高だよね、本当に。はい、61ゲーム、初期投資2本です。早い、いいよ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 、めちゃくちゃ早い。ゴチノリ史上最速の当たりかもしれん。モノクロモノクロモノクロ、いやー、これ大事やな、シナリオ。細咲きとかでもいいな。今日チャンスね、めっちゃ引けてる。さあ行きましょう、最初の SD ラッシュ。
まあ、モンキーのいいところってやっぱりシナリオ悪く継続させれなくても1セット1セットにねトリガーがあるんで、そうなんです、ゲーム数乗せて伸ばすか、まあ、高継続で伸ばすかみたいな、どんな AT でも可能性があるっていうのがいいですね。さあちょっと突入前からねレイアポンポン引いていい感じでスタートしましたが、消化中は何もできてないあるあるなんだよな、あるある。ちょっと早いけど1回シナリオ見てみると、まあ1セット目白はね駆け出し遅咲きのどっちか、まあ内部的な色わかんないですけど、まあ、次何が出てくるかですね。いやほんと V ストッカーってよかった。ウィンモンキー、よっしゃー、はい2セット目バカンス取れず、ラウンド開始画面はね道具地そしてガモスさんと青背景の通常のやつ、白青か、このままだと遅咲き、まあ遅咲きなんで3セット目までクリアできればあと暑いっていうね。いやーちょっと1セット目何もできなかったんで、ここねぶっちぎりバトル入れて V ストック取っておきたい、リールガタガタ言わせちゃいましょうよ、言わせたいね。やっぱモンキーといえばブルースタートね、じゃあちょっといかないか、モーター音の真似して鼓舞しますね、うん、ヤルちゃんのヤルちゃんの声が途切れ途切れなんで面白く聞こえてるんですけど、多分あのあれじゃないか、モーターの音やってるの、あ、モーターの音、なんかなんもがいてるように聞こえた、これまだモーターものものだって、これは遅咲きシナリオだな。さあここね青だけど、これ V 取れたらめちゃくちゃでかいぞ。じゃあ青は無視、青は無視よ、かなり二角、マジでマジでマジで取った取った、一発目の青かっていいね、一発目の青で、そんなことある、わかっこいい、取った取ったイエーイ、すごくない、青カットイン揃ったんすか、一発目一発目でやった、青カットインが揃うっていうプログラムあるんすよ、あるある、あるわ、あるわ、だからそんな騒いでもカロリー使うだけだよって言ったら、その二角っつって、すげえすげえ、これややれる日だな、これ遅咲きで1セット目2セット目 V ストック取れたのマジででかい、超強いよ、よっしゃ、まあ、多分もう遅咲きだよね、この白青はで黄色でしょ、次が黄色、あ、うん、まあ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 それですね、まさに白青黄色、遅咲きのそれ、遅咲きのそれです、もう一回ちょっと黄色までちょっと怖いですけどね、そこの50パーよ、うん、そうね、すいません私は何もないまま1万円使ってしまいましたなりません、よかよか、安心してください、よかよか、僕も何もないままもうすぐ1万円がなくなります、すいません、当てた後が大事だけん、やるちゃん、はい、飛ばせばいいけん、飛ばします。さあこれで3セット目消化になります、バトルもない直のつもない、お願いします、さあこれを超えれるかどうか、何とも何とも大事なとこだよ、何とも大事大事、あ、悪くない、変わってないけど、いいね、でもえのきさんがまずいいな、2人超えるもん、ワンツーが、よし、よし、ガモ、ハマヤン、ハタロです、いや、ある時の流れだけどな、出走は悪くないよ、際どいだが入ってないですか、それない、ない、ない、スタートは揃った、あっと、ブルーラーズ、ブルーラーズ、いやー頼む頼む、ここめちゃめちゃ大事、いや普通頼む、あたろ来い、オッケー、いやいやいや、やるちったぞ、いた、ナイスです、あとは66と80、来たよ、4セット目緑でしょ、あ、まあまあまあ緑に上がるか内部緑かですね、もう緑に上がります、大丈夫です、それは絶対です、
ここ遅咲きでほぼ間違いない。遅咲きでここまで行ったらもういやもう絶対逃しちゃダメだよ。もうですよね。さあここも何もなくレースでございます。オーシャンカップ。いやーやばい。いやーきついな。変わらない。一番きついやつ。これはきついやつ来たやるちゃん。カットイン。カットインね。ないだ。デンブル。デンブル。そしてノックさんか。これはちょっときつい。最終ゲームでレアイク引くしかないか。そうだな。もったいないよ。でもこれ終わらせたらマジで。いやーきつい。ここやここ。さあ。いけ。ああ終わった。あ黒メダル。高設定した。ちょっともったいなかったな今の。したかったな。いやーでもいいとこ行けじゃん。1ゲーム。ここも意味あるからね。まあモードアップ、まあキラキラついてます。天国王は。モード B 以上。さあそしてもう111で優出です。以上。私は2枚ね。でシーちゃんが調子いいってことは並びで言ったら入ってるのがあるんですかね。あるね。一発目で黒コイン出てるもんね、うん、一発目黒コインはちょっと期待してますね。ねこれありそうだな。天国赤まで行った。こいつはつでも引いたもんね1ゲームで。はい。さあ早速2回目の SG ラッシュチャンス。早いね。早い。やるちゃん早い。2回目の SG ラッシュ取りました。早いですね。早45ゲーム。素晴らしい。よし順調。お前らの投資は俺が全部まくってやるよ。かっけー。見て安心してます。あ、いいね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 。モンキーやっぱ面白いよね。面白い。通常時からこういうね、面白みがあるもん、ね。さあ、私は4回目で優勝きました。まだ300ゲームジャストぐらいよ。めっちゃ上手。300ゲームで4周決めは超上手でしょ。300ゲームで4周決め上手。超上手、うん。もうリセットかかってれば天井だもんね。うん111、444、222、222でございました。いいんじゃないその周期も、うん、早めっすね。早め引いてる限りね、うん、で黄色の手札剣の道口が1回出てるんでシナリオも期待しております。いや白のままだよね。あんま出てく言えないから今日帝王がいい。めちゃくちゃ贅沢よね。今日誰か帝王引きそうなんだよ。うーん途中からこうひょこっと来てやるちが帝王引きそうなんだよ。あるやるちゃん途中から来た時はめっちゃうまい。入ったら教えてくださいよ。開けましょうか。超ランプ光っててもやめますからね。いやいやいや超ランプ取り替えてくださいって。うーん1セットかな。ダメ。はい。さあというわけで340。さあここは1セットでした。青恋ロゴなし。341が4周期でございます。投資の方が、13本まあまあ抑えました。安い、ね、リセテンまで行って13本ならね。それはね天井は上手いですね。上手いいよ今日やれる日は。さあちょっとシナリオ頼むぞ。ゲーム数もらってますから一応青ですけどボードで一つもらいましたので30、30。うちのリボン20。まあいいでしょう。ああガモンさんがシーちゃんと一緒だね、うん、ガモンヒロス。ここで、ね、ラウンド画面で出てくるキャラでのねその
ライブで走ってるシナリオごとの振り分けももう出てますからね、気になる方見てください。割と、それちゃんとシナリオによって出るやつがもう結構決まってます。結構そこの下は当てになるというかね、スーパースーパースーパーだけど、一番その下してるやつだけに30パーぐらい持ってたりするから当てになるよね。2回同じやつ出たらもういるんだから、ね、そうそうそう、洞窟シナリオだ、洞窟のライバルモードが走ってたとしたらやギャンブラー以上だっけ。そうです。さあまたこれ1周目111で優秀ですね。あ、優秀ですね。めっちゃ早いよ優秀は。やっぱね、優秀感のハマりイコール高設定だと僕は思ってますから。コゼロクコゼロクコゼロク即優秀みたいですよ先輩方。あ、終電ステージ、俺青島みたいな。どっちも見せるよ、青島優秀、青島優秀みたいな。はい、旗の左の方も、その左の方も全然ハマってないですね。で左の方がもう旗手2回目で、そのぐらいの方がライバルモードのガモです。ガモです、あるじゃない、非常にいいですよね、うん、モンキーコーナー。今のところ前回もそう言ってさ、カラクリいいですよねって言って、前回ありそうだったもんね。そう、全然もうもろこうせって、ね、と思った。こっちのリバンではそれなりにその何ですか、そういう場所にたどり着いてるんですよ。そう、あー、えのきさんか。さあ終電ステージ経由してるんでね、ここの天国期待はしていますけど、まあ、大丈夫でしょう。そういうことなしです。ない、あー、いった62ゲーム。さあ3回目、早いよ。全然コイン減らない。さあ行きましょう、えのきさん。おー、じゃあなった、びっくりした、なったね。503ゲームです。待ってましたよ。お待たせしました、投資がインパチ。お、これ別格、うん。で第3を長押しして、楽曲変化してハルルナのオリジナル曲にやるのに設定さ、ないね。あ、よかったよかった。あ、ブルったよ。おー、ブルった、1ブル。分かったよ、あんたの。ジャクチェ、あ、ハマヤンだ、ハマヤン、ハマヤン来んじゃない、ハマヤ、ハマヤ、あるあるある、バトル、あるあるある、あるでしょ、あるでしょ、あるでしょ、ある、ハマヤ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 、じゃ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 、ハマヤほぼ勝ちだから、80何パー。はい、もう大丈夫、もうリプレイ蹴ったから、あ、赤出たんでもう大丈夫です。いただきました。とりあえずはじゃあ連戦狙いで、ここでレアグーズプッシュ。まあまあまあ、基本ゲーム2。ああ惜しい、楽しいな。でもやっぱり、ちなみにですよ、ぶっちぎりバトル、はいはいはい、2ゲーム目に第3ステージネジネジしたね、はい、下パネがパッってなったら勝利確定、下パネが消耗したらゲーム終わらせ以上です。あら、そういうのもございます。いくよ、春です、ルナです。何このナビ、ルナです、ルナです。1ゲーム連や、これ。あ、連チャンした、何今の春ルナナビは。さあ1セット目です。うーん、いや、悪いことじゃないよ、何もないな、ね、絶対。あ、俺エキサイティング、あ、エキサイティングです。レア役来ても OK、 今日はね、レア役すごい引けてるから多分大丈夫です。さあ1セット目、はい、引きました、素晴らしい。春菜が出てきそうプラス次回ビッグのほらやっぱりそうない、ね、
先輩方、はいはい、一発で飛翔ゲットです。いやー、素晴らしい素晴らしい、飛ばします飛ばします。ハルルナナビが出たんですよ。そういうやつがあるんですね。ハルルナナビが、特殊ナビ、ハルルナナビが出たら飛翔モードプラス次回ビッグ濃厚だと。素晴らしい、ありがてえ。2連ターン2連単、ベルデコインが黒、青、黄色、毎回コインが出てます。これね、飛ばしていきましょう。まあ、飛び角ですから。あら、お父ちゃん、お父ちゃん、愛知の巨人、白緑、愛知の巨人、いやで、白だったもんね。駆け出しです駆け出しでございます。駆け出しか、はい、あー気持ちいい、しおりでです、もうビッグですんで、はい、からの、逆押し中段青でビッグ。あ、そういうのもあるんですね。あー、だからなんか ございあるそうです。2連目一発飛ばしはいいっすね。あ、いい音だね。いや、もうこれっすよね、やっぱね。視聴モードを目指してるわけですからね。まず一番初めに目指すところでしょ、簡単に言うと、はい、あ、女かって。勝ちましたー。おー、うまいね。まあでも緑だからとはいえ、しっかりそこを継続させるところはさすが。50倍以下落としたくない、できることなら。まあでもこれ次が白だでない予想だと、駆け出しだから、駆け出したらそうですね。そこなのよね。ああ、やはり駆け出しか、駆け出しでござる。わしはここまでや。うわー、また懲罰いった。うわー、ほんとね。あ、でもしーちゃんもそれはちょっとありそうだな。これありそうよね。いやー、いかないか。もう500枚だ。もったいない。もう半分戻ってきた。そんなに難しくはないんだけどね、前世ね。飛ばしましょう。パタパタパタ。なんかやれてるのかやれてないのか分かんないから、分かんない。いつもの自分を見てるみたいだ台の動きはめちゃくちゃいいですけどね、引かせてない、優しく。ああ、あらららら、はいはい、ここまで、あ、ここまでか。3レース目、あー、これはね、もう3でやめましょう。これはこれはやはりここまでですね。最終ゲームに全て託しましょう。たまにさ、何もしなくても野良でも白通る、通る時ある。びっくりするもんね。だから内部だったのかなと思いきや、シナリオを照らし合わせても白だったので、ね、でもヒゲちゃんレイアップ行くのうまいからな、そうやって。いや、ちょっと早いところで引いちゃったな。キョチェリコ、キョチェリ、キョタツレ。いや、ちょっと逃げ、うわー、うわー、逃げる連続。この次なんよ。今日で来い、今日で来い。あー、ずれたね。惜しかったね、今のはね。スミちゃん黄色、ちゃんとここでもレア役。395枚です。ゲームずっとロゴのみ。さあ行きましょう。2連でした。2連、これ どうなんでしょう。200まで見ますか。一応見た方がいいと思う。偶数のセットで終わった時は確かモードの優遇があったと思う。継続率が高いところで終わってるから。はいはいはい、確かね。なるほど。まあ、ハルルナのナビも出たしな。今日はなんか明るいね。まだ早めです。
やるちゃん今日何食べたい？僕も何食べたいというよりとりあえずキンキンのビールを流し込みたいというビール。はいはい、ヒゲちゃん何食べたい？足ね、今日珍しくねちょっとね寒いのよ。厚着やね。もう暖かくなってきた頃だけど。だから鍋食いたい。いや、ということは辛めのやつが、もうおのずとおかわりなんじゃないかなと。あ、近いもん。いいよ、リピートしようよ。近いんで。あ、この間のおかわり。あ、着きましたね。行けるかな、どうだろう。あ、やるちゃん、じゃあちょっと行けるかどうか見てきてもらっていいですか？ちょっと行けるかどうか、ちょっと確認しようの方、はい、ちょっと急だからね、急だからね、行けるかな。うわ、この今の感じなんかあんまあれだったよ。わ、ちょっと待って、やっぱさすがに。しかも今日店長がワンオペだと。まあまあそういうことはそういうことじゃないですか。なるほどね。で、今日はしょうがないか、ここの店行けまーす。行けるかい。行きましょう。すいません、今日もお邪魔します。お邪魔します。おいしすぎて、初の2回連続です。いいお店。本当ですか、先輩。ありがとうございます。2回連続初ですよね。じゃあ、今回私のオチということで乾杯。ごちそうになります。ごちそうになります。いつになります。でもよく考えたら、負けを助けてもらってるわけだから全然損じゃない。いや、いい番組よね。いい番組。そうっすよ。でも40代もあって増えたな。増大されてる。増えましたね。金パル南国はどうだった？いや、まだ僕触ってないんで、ちょっと触りたい。俺も触れてないんだけど。けど、超絶設定ゲーでしょ。そう、金パルは入れるとめちゃくちゃ出る。下はもう真っ直ぐ落ちてくる。でしょ、でしょ。やばそう。論文活向いてない。向いてないです。絵的にもでしょ。だってピヨーンだけでしょ。明日こそモンキーターン5とか、まあいけそう。ただモンキーはもう稼働がずっと続いてるから、なんかね、設定あんまね入らなくなってきてるんだよね。入れなくても的な、入れなくても動く系の機種になってきちゃったんだよね。確かにね。戦国乙女はどうですか？いや、まあ設定ゲーっすよ。超絶設定ゲーっすよ。下はマジで数だけだし、破壊力はそんなないんで。オリエムないそんなイメージあるんだよね。ラブジョーのさ、設定ないとどうにかなるじゃん。そう、ね、そんな感じの、一応、なんかそのフリーズとかが16だから、ぐらいの感じっすね。低設定はマジでもう当たんないんで、そもそも。ありがとうございます。リムコンソスケからお持ちしたのは、これちょっと僕が最近ハマってるキムチを出すことを。お、ありがとうございます。料理の提供が遅いのを許してもらおうという。いや、なるほど。ありがとうございます。よろしかったら召し上がってください。ほんと飲み物ぐらいは取り行くんで。あ、言ってください。7時ぐらいだったらちょっと週末来てくれてるバイト君が7時ぐらいだったら来れるって言ってるんで。あ、ほんとっすか。それまでなんとか耐えるんで。ありがとうございます。でもほんと何でも言ってくださいね。とんでもないです。ありがとうございます。設定狙いならやっぱイメージ的にはエイレカとか延々とか、なんかその辺のとこに1個入りそうなイメージある。あの列でしょ、あの列、メダルコーナーの奥の方みたいな。マリオ RE2 とか。でもさ、あれなんだよ、その 6.5 号機の設定じゃないさ、入ってればその素直に出るけど、外した時、機種も古いし目も当てられない。まあそうですね。じゃあ、外してもなんとかなりそうなやつをやっぱ行った方がいいか。なんか気に入りしないの？けど僕モンキーはやっぱ好きですし、俺は今ガルパン乙女にハマってる。まあおもろいですけど。ガルパンってことに教えてほしい。ガルパン、じゃあガルパン打ちます。面白い、面白い。ガルパンはこの間もその前もそうだったけど、アイドル。まあ埋まらんすね。埋まらん、埋まらん、埋まらん。で、状況は良くないかも。そうだね。で、結構えぐいっちゃえぐい。沼は回らんすから。いただきます。ジャグ界。いや、ありだと思うんすよ、俺たまにはジャグ界。なんか、あ、美味しい、美味しい。その、もう機種で何売っても伸びないっちゃ伸びないし、だったら逆に3人でジャグラ売ってみたらどうなるんだろうっていう気はしてます。この番組でそのワイワイキャッキャ言いながら打つのも一つはありなんじゃないかっては思う。ジャグラー打つならジャグラーでいいと思うけど、トークテーマをちょっと考えてくれ。そうですね。それだったらネタをいろいろ、トークテーマをこういくつか考えて、まあそれをこう差し込むような形にして、うん、明日じゃなくてジャグ会は先にやるって決めてトークテーマを貯めてくれる。うん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 、あ、そうね。ただ質問募集とかもできるし、ね、うんうんうん。でも辛さバブバルブレイブはどっちか入りそうな気がするよね。そうですね。こちら、はい、前回いらっしゃったスモツでございます。
もうポン酢がかかってますので、よくあえて召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。利用証も大変ありますので、置いておきます。はい。もうお気持ちですか？はい。しますよ。スモツ大好き。うん。うん。いいおつまみでございます。いや、これでも機種ある程度決めとかんとな。絞ってはおきたいですね。うん。まあだから打ちたいと打てそうはまた違うっすからね。そうなんだよね。打ちたいでいたら僕もモンキーっすよ。圧倒的にモンキーっすよ。ただ多分3人で並ぶってなるとまあ難しいだろうねっていうのを加味すると、まああのモンキー6台しかないもんね。少ないっすよ。モンキー取れたらモンキーでいい、うん、そうだね。それはそうだよ。それはそうだよ、うん、モンキー3人で取れた、まあ2人取れればいいと思うけどね。モンキーで、でも前さ、あの島うと3人並び打ったじゃん、はいはい、あの系譜で言ったら南国3人。いや、そうなんすよ、そうなんすよ、ね、南国大きいんじゃねえかと。あのね、あの感じ、あの感じ。まあだから確かにジャグラー打つのと南国打つの変わらんちゃ変わらんすから。それでね、一発はあるからさ、一発はありますから、そっちの方が絶対入るイメージないけどね、南国に。うん、あ、うん、そうね、絶対は結局北斗ジャグラーなんだから絶対入んだよ。まあ、間違いない。やっぱ台数あるところは設定は入るよね。カラクリとか入っていくかもわかんねえもん。そうですね。最近4ばっかりなんだよ、ほんと。仕事出てやめられなくて。まあ、金パルくらいならモンキー行った方がいい。うん、まあ。取れないでしょ。取れなかったら、なんだっけ。いけます。いけます。ジャックチャネからの。うわー、これは、まあ、やるじゃん。うわ、重点や収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。木曜日のこちのりまーん。早い早いよ、せーのみたいなのないから。木曜日のーってくださいよ。そりゃ無理です。俺らが走ってるか前に乗るみたいな格好で。無理無理無理、それは無理。それは飛び乗りインドの電車、インドの電車じゃない。チャンネル登録といいねと通知音とコメントの方よろしくお願いします。木曜日のこちのりまーん。こちのりまーん、乗れない。ほら木曜日のーせーのみたいな。おかしいおかしい。木曜日のこちのりまーん。